あ、こんなところで会うなんて偶然ですね。見てくださいよ、この写真。そう、アフターグローのみんなと念願の海に行けたんです。もう私嬉しくって嬉しくって。しかもロゼリアも一緒だったんですよ。本当に楽しかったので、つい何回も写真を見ちゃって。知ってると思うんですけど、アフターグローのみんなを海に誘ってもいっつも流れちゃって。でも今回モカが珍しく乗ってくれたんです。そしたら実は裏でリサ先輩とサプライズを考えてたらしくって、それもリサ先輩の高校生最後の夏の思い出作りのためだったんですけど、私たちにとっても素敵な思い出になりました。もう言葉じゃ伝えられないくらい楽しくて、私リサ先輩たちともっともっと思い出を作っていきたいです。高校生の間だけじゃなくて、その先もずっと。なんてちょっとずうずうしいですかね。なんか私ばっかり喋っちゃってごめんなさい。聞いてもらえるのが嬉しくて、つい。本当に楽しい一日だったので、実は誰かにずっと話したくって。あ、リサ先輩からメッセージ。ふむふむ、ちょっと時間できたから新作のケーキ食べに行かない？だって。あ、早く行かないと。お話聞いてくれてありがとうございました。それじゃあまたサークルで。